というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。引き続きというか、うん、まあ、前回その、まあ、高みを目指すためにはっていう話ですね、うん、というよりもね、はい、思ったのは、どうですか、あの VTuber の定義って何ですか。いや、あのというよりも思ったのにも全部関係ないけど、急だな。何ですかこれ VTuber。 なんか最近よく分かんなくなってきて、はい、でもバーチャル YouTuber の VTuber だから、うん、バーチャルバーチャルっていう、だからもう絶対に顔出ししないわけですよね、 VTuber っていうのはね。基本的にその中の人っていう言われ方はしますけど、うん、顔出しは、こんにちは中の人ですって言ってる人は VTuber ってことなんですか。どういうことですか。いるんですよそういう配信者がね。それはどっちなんでしょうね。だから VTuber ってのは実際の声も使わないのかなって思うんですよ。実際の声、もうだからもうコンピューターの声でやってるチャンネルってあるでしょ。ありますけど、うん、まあ、それは VTuber だけど、うん、そんなことなんかな、感覚的には僕としてはあれですけど、うん、VTuber っていうのが側だとしたら、うん、中の人が声優みたいな、こっちがキャラですけど、うん、私はそれではないですよみたいなことかなと思う。だからまあこれ翼くんがもう本来顔を伏せた状態でやってても VTuber ではない、はいはい、まあ VTuber にはならないんじゃないですか。なるほど、ね、多分ね。 VTuber の V って何なの。バーチャルです。あ、バーチャル、はい、ビジュアルではない、ね、ビジュアル Tuber はもうだいぶ自信ある、ね、モデルじゃないですか。あ、なるほどね、はい、まあそういうことですか。どうはそのこと。じゃあまあまあとりあえず本人の声で別にキャラも使わずにやってるのは VTuber ではなく、はい、ただただ顔を隠してる配信者。まあそうですね、そこにあってやつ。ああ、なるほどね、はい、はあはあ、じゃあブサイクな人が顔出してるのは何チャンネルですか。それ YouTuber でいいでしょ。あ、そうですか、はい、分かりました、はい、何の話やっていう話ですけど。違う、僕ギルドの話がしたかったの。そう、これねこれです、Twitter とかでもよく見かけるんだけども、はい、まあよく募集してますよね。ああ、まあもう一人かけました、はい、来月募集とか、はい、よく見ますね、新しく、はい、なんだろう、戦力募集とか、はい、まあ、普通のもありますし、はい、まあ、その逆で、うん、まあ、個人でね、はい、こんな私は理数ですけどもどこか入れてくれませんかねみたいな、うんうんうん、まあ、こんなのもよく見かけますよ。見ます、見ます、はい、またまた、まあ巨大掲示板とかでもまあいろいろね、うん、ギルドの不満とか言ってるわけですよ。なるほど、まあ、だから前回の動画でも言いましたけども、まあ闘技をね、はい、防衛パ登録してるのに、なんでこいつ対戦しねえんだとまずもう追い出せないとこのギルド大会中はね、はい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 、とか、まあこういう不満もあると、はい、だからもうね、どういう風にじゃあ、うん、有料の、うん、ギルドに入ることができるのかっていうのをちょっと考えてほしいね。見定める方法みたいなことですか。ほら、ダンバンダンって仲いいじゃないですか。はいはいはい。鬼コン教団も問題ないですよね。でもめちゃめちゃ鬼コン教団ってメンバー変わったりってあったんですか。なんか、まあこれ理由があってでしょ。はい、そうです。そのギルド的に、うん、その闘技場をもっと極めたくてっていうなんか修行のためみたいな上のギルドに行かれた。どこに行ったんですか。それは分かってるんですか。どこに行った。ちゃんと分かってます。おうおうおう、はい、っていうのはありましたけど、それっきりで。まあだからちゃんと円満に抜けてるってことですか。全然その喧嘩とかはないですね。だけどやっぱりね、日々そうやってね、はい、もう中で問題になって、まあっていうのもあるんですね。いっぱいあるんですよ。信じられない。いや信じられない、はい、これはダンバンダンも鬼子兄弟も同じでしょ、はい、全く基本同じメンバーでずっとやってきてる。やってますよ。あとこの入れ替えっていうのはありますよ、はい、でダンバンダンもほら、まあ、ちょっと前にね、そうやってちょっと前じゃねえか、もうすぐ前だけど、うん、はいはい、まあこの配信者の、うん、ね、無駄なこのギルド増やし、うんうん、こんなのは不要だとか言いましたけど、ダンバンダンもまあ一応まったり部っていうのがあるんですね、うんうん、でもこれは交友関係が広くて、そういう最初にもう人数が20を超えちゃってるから作られたようなもんであって、はい、うん、別にそのね、なんつうの、勢力を拡大するためにやってるわけでは何でもないわけです。なんか旗上げて集めたっていうよりか勝手に集まってたのって、ね、そう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 、はい、と思いますよ、はいはい、僕はそんな古い人じゃないと分かんないけど、はいはい、まあでも例えばまあ今いるダンバンダン本部っていうのがまあ本体として、はいはいはい、まあまったりでやりたい人はまったりの方にいるわけですよ、うんうん、はい、だからこの中での入れ替わりっつうのもあるわけです。はいはいはい、はい、まあ、こういうのはね全然別に何の問題もないでしょ、うんうんうん、だけどやっぱもう日々、まあ、結構同じギルドだったりもするんだけど、はい、来月何人もまだ固まんないのかなとか、こんなのがいっぱいあるわけですよ。まあツイッターとかでもね、よく見ますから、はい、でも脱退する人間が出るってことはどういうことかというと、何か問題があるんですよ、ね、そうだから、これがどういう問題かっていうのもちょっと考えつつ、はい、まあ、よく言うね、あの2ちゃんとかでも見つける不満、うん、もうね極論言うと不満を感じたらもう出ちゃえ。あ、もうそのギルド意味ないでしょ。それは参加してるギルドの話ですか。そうそうそう、なるほど、はい、だって毎日やることでストレス感じたくないでしょ。それは嫌ですね。ね、だってちょっとでも、はい、ああこの人合わないなとかでもいいんですよ、はいはい、なんでこの人全然ログインしないんだろうと、もうこう思ったら
わざわざギルマスに直訴とかしないでも自分が出ちゃえばいいんですよ。もう何も言わずにってことですね。そうそうそう。ほんでもう自分がどん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 探していって、うん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 、もういいギルドをね、落ち着けるギルドを見つけるっていうのがね、一番いいんじゃないかな、まあ、どんどん渡っていけっていうんですか。この子もいい年した大人がなんかなんで揉めんのかなっていうね、ちょっとそこら辺が理解できないですよね。いや、わかんない、それ20人全員高校生かもしれないから。あ、まあね、あれやっぱなんかその感覚が違うのかな。まあまあそれはね、いろいろ相性とかありますから、ガツガツしてるっつうかなんつうかね、わからないですけどね、まあ、中には本当にギルド闘技場頑張ってとか、はい、貢献の順位頑張って、はい、このジェムをもらおうぜって言ってるジェムもあるわけでしょ。まあまあ闘技場勢は特に多いかもしれないですね、はい、だからね、なんでこんなに、はい、ごちゃつくのかなっていう考えがごちゃつもうあるんですよ。はいはいはい、もうだから、ま、なんつうかまったりじゃなくても、うん、中はまったりで行こうやるね、うん、こうしよう、足をなんていうシーズンもなく、うん、もうだから首、ちょっとそんなのありませんよ。はい、君主だっていませんよ。そうですね、ねえ、はい、団長はいるけど君主はちょっとしたニュアンスの違い。そうそうそう、やっぱ君主はダメ。そうですか、これ偉そうだもん、なんかちょっとスケールの話だもんね。団長、十区だったら十区長とかね、まあいいけど、あ、はいはい、君主ってなんて、君主って自分で言うかな。いや、あれ分かんないですよ、自分で言ってないかもしれないですね。あ、そうなの、分からないですよ、僕もこれは本当分からないことなんで、あんまり言ったらほらダメですからね。またね、またおこになっちゃう。これはいや、いいですよ、これおこ。あ、そうですか。もう猪木がもうものすごい今戦闘ポーズしてるけどこれやってるけど、いいですよ、はい、でもあれどっちだったかな、なんか周りが言ったのか、でもなんか自分だったのかな、なんかそこの名前切れてたような気がしますけど、うん、まあどっちにしてもまあそれを甘んじて受け入れてるのはそうだと思います、うんうんうん、はい、なんかもうね、人にこうし借りたりしてくれなんだってなって、これ本来は言いたくないでしょ、そんなことね。まあできればね、この人結構ね、はい、自信満々に言ってますもんね。でもちょ、今回そういう話じゃないんで、あ、そうか、はい、ちょっと脱線しかけたから、なんか全然絡んだことないんだけどね、はい、なんか無性に見てるだけでイライラしちゃう。いや、もうそんなんはさ、言ったところで仕方がない。まあでもほら、前の動画の時にね、はい、ここの系列が来てますからね、はい、ディスリーにね。まああの株の方で、ね、しかもこのね、うん、なんか相手がちょっとね、はい、北斗神拳伝承者っていうのも僕は聞いたわけですよ。はい、そうですね。でも俺もね、なんつうの、助田つんなら僕はこっちですから、あの伝承者の方ですよね、はい、でもただ北斗の勝負にね、2対1の戦いがないんですよ。これ僕が駆けつけたかったんだけど、北斗の戦いに2対1はない。仮に行っても断られるから、断られちゃう、無粋なわけだ、見てろ、はい、いや、手の締めようだ。そう仕方がないですね、北斗伝承ですね。あのサウザーが3人まとめてかかってこいっつっても1人しか行かなかったですからね。あれ3人で行ったら余裕でしたからね。名を向いてね、時を向いてね。違うの、これ北斗の話じゃないのよ。今そうなんだ、タクトの話だし、ギルドの話、脱線の脱線だから。だからまあどういうギルド、はい、そう、この大型チームはもう問題ギルドですよ。あー、なるほどね、全員出ちゃう、全員、まあこれは結論、全員出ちゃう、極論ね、はいはい、全員出て、今度打倒君主っつって、いや、もういいか、みんなで一気を起こそうぜっていう話じゃなかった。違うんですよ。あ、違う、見極め方なんで。ああ、はい、そうだからね、はい、不満を持っちゃいけないってこと。ああ、もう持った瞬間も出ちゃう、もうこれはギルマスとか関係ないの、はいはいはい、もう相性が悪い人が一人でもいたらもうね、うん、抜けた方が出た方がいい、はいはい、もうちょっとでもなんかこいつ喋ってるだけでイラつくなとか嫌でしょこれ。まあまあ、そのね、さっきも言いましたけど、毎日だとしんどいですからね。そうで、やっぱりこのね、課金するという中でのこのポイントランキングとか、はい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 、まあ闘技で時間作ったりとか、いろいろあるわけだから、はい、ある程度の時間を犠牲にするんだから、うん、まあ、それなりにね、アットホームな、まあそうですね、ストレスフリーな方がいいのは間違いないです。まあただ分かんないですよ、これ鬼金教団も、はい、翼くんが大失態かました時ガラッと表現するかもしれない。いや、まあね、鬼金君主がね、なんだろう、コンボで叩いてくる可能性ありますよ、これ。そっか、行かれる。分かんないですよ、いきなりそこでキックされるかもしれない。いや、あります。もうそうなったらもう僕の方からもう事情ですよ。そうね、まあそうなりますよ。はい、だから本当にね、はい、ちょっとでも揉めるっていうのはもうね、そうそうないことなんです。普通ね、あれかも。暑くなってここ濡れちゃっていく、大丈夫だよ。汗がすごいんですよ、ライトが。汗なのかよだれなのか分かんなかったけど今、ね、もうじゃあ今ずっとここに黒色入れときました。そうだけどもう本当にね、はい、なんでこんなにトラブルが起きんのかって不思議でしょうがない。まあ分かんないですね、そのぐらいばったりしてた段ボンだね、多分ね。何なんだろう、まあ、神の領域なのかな、もう。でも僕はまあ、あのギルド鬼金教団も見てて、うん、まあグリちゃんも覗かせてもらってるじゃないですか、うんうんうん、ただやっぱその余裕の違いっていうのはあるなと思って、うん、そうだから前の動画にも言ったでしょ、ダンバンダー余裕がある、心に余裕がある、怒、うんうん、ってこない。まあ、そこに関しては別にあの、うん、人それぞれがあれだけど、ただそのまあ
何ですか？おこです。いやもうだから僕が言いたいのは、問題が起きないっていうのは、まあ、皆さんに心の余裕があって、まあ、だからこそこうすれ違わないというか、こういうなんか何ですか、圧力が生まれない。だから何番団はほら内部で入れ替えしてますけど、このツイッターチャットっていうの、この中には残ってますからね。ああ、みたいな。まったりの人もいますし、まあ、そういうところも、まあ、おでんくんもいますし、とうとう7月おでんくんのセブンイレブンのカレーうどんかな、あれは美味しいですよ。ああそうなの、これぜひ食べてほしい。ああ、僕セブンイレブンユーザーなんで、それはちょっと食べなきゃいけない。僕は本当に最近マシェリさんのね、ガチャを引いた時、ガチャを引いてキラマが出た時のおでんさんやーっていう声が大好き。まあそれはね、マシェリさんのね常設引きが苦しそうだな、本当に。もうちょっとさすがにしんどい。あ、そう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 。まあでもね、本当わけあいあいやってるのに、なんでこんなにね脱退者がいて、みんな落ち着かないで、またあれこの間20人になってなかったっていう人がまた18人になったりとか、まあ、何か問題があるの本当に。抜ける、まあ1位を目指すからっていうのもあるのかもしれないですけどね、もう本当それこそ内部知らないじゃないですか、だから本当にね、もうねちょっとでも嫌だと思ったら無理してそこにいる必要がないっていうのは、これが結論ですよ。じゃあとりあえず、あの1回は入ってみなきゃわからないっていうのは、そらそうということですね。そうそうはいはい、なるほど。まあそんでね、はい、まあ、翼チャンネルも、はい、まあいまいち伸びないじゃないですか。まあね、だからやっぱりね、これは新コンテンツを考えないといけない。ほう、新コーナーかな。新コーナー、はい、なんで、まあこれはちょっとね、まあ、翼くん食べ歩きでも何でもいいですよ、小さなお店を紹介。はい、タイトルはね、俺たちの池袋ってことです。あれ池袋ですか。そうです、はあ、え、知ってる人だけって言ってくれりゃいいから。ま、なんか、まあ、はい、そんな感じで、はい、どうも、あざした。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。